みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。今回の動画はよろず料理で手に入る消耗品の入手確率をご紹介します。手に入る消耗品はスタミナ系の携帯食料と競争薬、非常に強力な効果を持つこんがり魚、さまざまな調合のお供の増強薬とありがたいものばかりです。元となる素材は大きく分けて3種類、こんがり魚がメインになる魚グループ、携帯食料と増強剤の小型モンスターグループ、そしていろいろ手に入る大型モンスターのグループです。これらを確立とした表がこちらです。その中で最も欲しいと思われる競争薬がこちら、主にドス系の魚素材と大型モンスターから入手となります。確率としては大型モンスターの方が高いですが、要求素材として魚の方がいいと思います。増強剤はドス系以外の魚と小型モンスター、小型モンスターは武器や防具で地味に必要となるので魚からの入手がおすすめです。こちらの表は LINE 検索でよろず料理に対応しています。また攻略サイト側でも確認ができますのでご利用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。